オール・アルベイル・ベナールは、フランスの画家、版画家である、パリで生まれた。父親は彫刻家、画家であったがベナールが生まれるとほどなく没した。母親もミニアチュールの画家であった。15歳から、ドミニク・アングルから絵を学び、1866年の17歳で、パリのエコールでボザールに入学し、ジャン・フランソワ・ブレモンに学び、アレクサンドル・カバネルから強い影響を受けた。 当時は、ロマン主義の画家、ウジェーヌ・ドラ・クロアの作品が好まれていた。1874年に、若手画家の登竜門であったローマ賞を受賞し、4年間、ローマの在ローマフランスアカデミーに留学した。1879年に彫刻家のシャーロット・デュブレーと結婚した。ベスナールは、自分のスタイルを模索した後、1880年頃から、ロンドンで3年間、暮らし、 ロンドンで活動していたフランスの肖像画家アルフォンス・ルグロと知り合い、イギリスの肖像画の大家たち、トマス・ギーンズ・バラやジョシュア・レノルズ、トーマス・ローレンスの作品を学び、明るい色彩の主に女性の人物画を描くようになった。フランスに戻った後は公共施設の装飾画も描いた。1913年から1921年の間、 ザイローマフランスアカデミーの校長を務めた。1922年にパリのエコールデボザールの校長になった。1912年から美術アカデミーの会員で、1924年にアカデミーフランセーズの会員に選ばれた。レジオンドヌール勲章はシュバリエを1887年、コマンドゥールを1903年、グラントフィシエを1921年、 グランクロワを1926年に受訓した。ありがとうございます。